はい、皆さんこんにちは、メカミックスです。ダウンタウン熱血時代劇、ではミッションモードですね。いくつまで行ったっけ。65をクリアしたから、そうか、これか。ヒットポイントがない状態から敵を倒さないといけないやつだ。1回は大丈夫なんだけど、そうだ、まずはこれだ。武器をちょっと捨てないといけない。武器を捨てる。この切り株も邪魔。危ないものを持つな、お前は。よし、こちら辺にあれば大丈夫だろ。あと左の方からなんか武器を持ってくるやつがいるからな。ほら、いた。これは危険だ。邪魔だ。この桶を、海の底に沈めれば。あとはパンチに気をつけて。これはな、たまに反撃を食らって倒れちゃう時があるから、この左の方に来ると得点とかが邪魔で見づれえな。よしよしよし、順調だ。よしよしよし、これはなかなかね、緊張しますね。ここまで来ると、まあまだ一発も食らってないっていうのがあるから少し余裕はあるけど、次倒れたら死ぬっていうところでやられるとかなり厳しいからな。あと5、これで4、3、これは大丈夫か。今回みたいにわけのわかんないことをしなければ、三段武器みたいなことをやって死んだからな。よし、お前で最後だ。これはよし、スムーズにいったな。もう次はないだろ、3つ続いて終わるからな。じゃあ67、おことを守れ。何、ボディーガードか。こいつ やたら動かないよな。動かないよね。やばい、動く。いって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 いきなりやられた。おお、ことちゃん、やばいやばいやばい。おことは俺が守る。俺の攻撃当たんないよな。フレンドリーファイヤーはないよね。この木の棒とかいらないんだけど。もっと、やばいやばいやばい。すげえ、微動だに死ねえな、食らってもこいつ。おことに手を出すやつは俺が許さん。じゃあ、マイさん動かないでくれるかな、君。端の方にいてほしいんだけど。挟まれるから。ちょ、待って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 。やばいやばいやばい。こいつヒットポイントいくつあんの？暗い。あ、時間内守んなきゃいけないのか、そうすると。やばいやばいやばい。どんだけ狙われてんだよこいつ。人気者すぎんだろ。やばいやばいやばい。近づいてきたやつを倒せばいいんだな。あと投げてくるやつがいるから、それは危険だ。今何かに阻まれたな。危ねえ危ねえ。ボディーガード系のミッションが出てきましたね。おことはただ顔色一つ変えないからな、食らっても。藤姫を守れ。誰だよ、藤姫って。おことは長谷部でしょ？あ、こいつあれだ、多分、霊峰学園の、なんかちょっと、なんだっけ、運動部の女キャプテンみたいな。やばいやばい、藤姫に手を出すやつは許さん。俺も大変だな。ただ、こいつを守りきれば、報酬がっぽりだぜ。なんか藤姫眼中にねえな。この投げてくるやつに気をつけてればいいんだよ。よしよしよし、あ、当たったか。俺を貫いて。藤姫もただ微動だにしねえな。お、どこ行くどこ行く。光線的なやつとかが、これはどうだ。なんだ、ダメじゃねえか。俺が盾になったとしても、やばいやばいやばい。武器だな。ポイントは武器をいかに投げさせないか。やばいやばい。貫通してくるからな、この武器投げ。おう、いつの間にか終わってた。さあ、姫を守ったんだから、俺に大量の金をくれ。69、戦場バトル。船の上でもお構いなしだ。海賊か、今度は。また新しいキャラが出てきたな。海賊って普通の忍者じゃねえかよ。もっと海賊らしいやつが出てくるのかと思ったら。
別にさ、ステージが変わっただけでさ、何も変わってなくね？むしろ簡単になったんだけど。敵が下忍だから。全然大したことないよ、このミッション。楽勝だろ。あと一匹だろ。時たますげえ簡単なミッションが出てくんな。70。またか。いや、これはもう楽。ただの下忍いじめと何にも変わんないから。おおと思ったら、めっちゃいっぱいいる。くらい。ほらほら。こっちだな。右は取らせない。これでまとめてぶん殴る。いいね。右から出てきたけど。これはあれか？20人以上出てくることは出てくるのか？数が数えらんないな。いや、出なそうだな。20人きっかりで終わりそうだな。ん？もしや、タイムリミットが短いとか。もうあと25秒しかない。で、次は20人の次30人とかか？30人だ。ワンパターンだな、相変わらずこのミッションは。そうするとこれはまた時間との勝負だな。例によって。いて！やばい、殴られた。ちょっと待って。この端で戦えば、みんなまとめて吹き飛ばせる。やばい。さあ来い。もっとね、集まってきてほしいんだよね。これパンチしてれば、倒せそうだ。やばい。今何体？やべ。かなり、これは時間がタイトだぞ。よし、これはでかい。これはでかい。めっちゃでかい。このターンはでかい。このまとめて倒せるとな、だいぶ違うからな。よし。やばい。あと10秒。やばい。持ってしまった。おい。おお。結構厳しかったな。途中でまとめて倒せたのがでかかった。今度は伊勢路の戦い？せっかくのお伊勢参りが台無しだ。賊どもを10人倒せ。ああ、お伊勢参りしてたね。伊勢神宮かな？そうすると。でもさ、なんなのこれ。やることまた下忍いじめじゃねえかよ。痛え！切り株に当たっちゃったよ。もう単純にこれ、ステージが変わっただけじゃん。敵の強さ何にも変わってないし、パンチ2発で相変わらず散っていく。って、切り株がうざいっていうくらいかな。あえて言うなら。これ、マッハキックは完全にあれだな。いらないな。で、続、伊勢路の戦いになるんだろ、どうせ。ほら、30人か。なんか一気に増えたな。30人はな、マジで。時間だかな、時間。勝負は時間。ワンサが出てこないな、海賊みたいに。いて。やばい。このね、もうマジ余計なアクションが。いや、最悪、刀使った方がいいか、これ。刀なら一発か。ほら。え、1？ どういうこと？なんでだ？刀耐性があんのか、こいつら。なんか着込んでんの？いや、着込んでたら拳も通らねえな。顔をぶん殴れば、届くか。あ、でも3分あんのか。さっきはな、1分とか2分とかだった気がするからな。それなら楽勝だな。あと10匹だろ？パンチ2発で死んでいくからな。よし、このダブルで倒せたな、でかい。あと4体。あ、もう楽勝だ、これは。ほいほい、あと2匹。さあ来い。お前らで終わりだ。残念だったな。
で次はもっと伊勢路50体か。50体が時間との勝負か。なんでみんなこいつは切り株を取りに行くんだ最初に。そんなに切り株好きか。弱い切り株は。いて、なんなんだ本当にこいつらの思考回路がわからん。いて、うざい。どうせまた切り株を持ってくんだろう。ほら、なんなんだ。下は一応行けるな。道ではないけど、草むらだけど。おお、完全に無視して切り株を取りに行った。切り株を端に置いとこう。じゃあ集まる忍者を倒す。切り株に集まってくる忍者をぶん殴る。さあ来なさいってやってる時間はないんだよな。こいつは切り株忍者だな。俺の方が若干足が速い。見づらいこっちは。よしよし、今かなりいいタイミングで敵を倒してるぞ。くらい。あと20体。これはダブル殺しじゃなかった。さあ来るやつは全員迎え撃つ。この切り株をおとりにして敵をおびき寄せる。出てこなくなったか。じゃあ今度こっちだな。さあ切り株を持て。切り株を拾いに来るのだ。いて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 。その時がお前らの最後だ。切り株を拾いに行ったのが運の尽きだったな。あぶねあぶね、当たるとこだった。さあ切り株を持ったうぜえなこの切り株。これ多分当たるな。拾うと。ほら。強い。切り株強い。実は強かったんだ。とりあえずこのシリーズは終わりだな。次はまた新しいシリーズ。力五郎の旅その1。理由はわからないが、一味の恨みを買ってしまった。とりあえず返り討ちにしろ。とりあえず逃げるんじゃなくて、とりあえず返り討ちにするっていうところがな。リキ、マッハパンチ。やべえ。ヤキックも、てか、リキが弱い。なんなんだ超弱えんだけど、リキとか言って。そしてリキだけなのかな、この立ち上がり、刀があるのは。クニオは全然そんなのなかったからな。ちょっとひたすらなんだな、これ。立ち上がり刀。やばいぞ、これ。うわぁ。ちょっと、力の攻撃力の弱さが。なんなんだ、このジャイアントスインって。なんとかするしかない。これ、大量に出てこられたら、かなり厳しいぞ、力の力だと。どうする?武器か?武器が12。この木の棒とか何なの?超弱そうなんだけど。パンチよりは強いぞ、ただ。2って。じゃあ、クニオは強かったんだ、やっぱり。その2。どんだけ続くんだ、こいつの旅は。8。マッパンチがな、超弱いんだよな、これ。これは、刀か。そうだな、刀を使えってことだな。くらい。多少の気力はやむを得ない。うお、弱え。やばい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 。
やはり刀を投入するしかない。もうあれがね、気力がない。てかしぶてこいつら。新しいやつが出てきた。これは持った方が良さそうだな。ジャイアントスイングで。ほら、この木の棒が強い。刀に代わる新たな武器を手に入れた俺は。それはこの木の棒だ。竹竿。ドラクエでいう竹竿だな。竹竿から銅の剣になるまでをしのぐ。てか銅の剣に切り替えよう。ほら、うわぁ、うひょーんって。なんなんだろうな、この力五郎の弱さは。77、3、頼む、3で終わってくれ力五郎。もうお前は使いたくない。このジャンピングキックで、ジャンピングキックで行くしかない。暗い暗い。蹴りの方が強いか、やっぱり。マッハ系が弱えな、そうすると。クニョいって、この野郎。追い打ちは、暗い。なんだこれは、間合いが。近すぎると当たんない。暗い、立ち上がり。いてぇ。立ち上がりで倒した。やばい、もう、あれがない、気力がない。うおぉ。よし、蹴りを。蹴りを覚えた、新たに。蹴りという人生を見つけた。あいつは、相変わらず、切り株好きだな。やばい、気力がないから。食らうと、ひるんでしまう。力五郎、こんなに弱いとは思わなかった。終わってくれ、終わらない。力の旅は終わらない。いつまで続くんだ。しかもなんだこれ、じゃ超怪しいやつなんだけど。いって、つい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 。これ何、サングラスかぶってんの。かぶってるっていうか、サングラスつけてんのか。刀を使おう。抜刀できない。ほら、よしよし。で、追い打ちは蹴りだな。刀では追い打ちができないから。なんだよこいつら、しぶてえな。ほら、やばいやばい。刀振りがでか。なんだよマジなんだこいつら。くらい。起き上がり刀もうしまわないとまずい。よし、一体倒した。お前もそろそろ行って。ジャンピングキックを決められた。うわ、気力が、おお、一気に倒したな。さあ、力の旅はいつまで続く。その後いい加減きついぞ。あれ、忍者が3体になってる。これを持とう。刀に変わる新たな武器。倒れてる時に追い打ちはできないから。いてー、レーザービームみてえだったな今。これ折れないのかなこれ木の棒だよね、どう見ても。おお、ニトロアタック使ってきた。マジかこいつら。ほら、ほら、しまった、めっちゃ外してる。これ外すと痛いからな。すげえ、一目散に武器を取りに行くな、こいつら。早い足が、しかも。忍者だからか。自分で投げて自分で取りに行くって。これ何なんだろうな、こいつらの思考回路は。ほら。くらい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 。これだ。よーし、
力五郎の旅いい加減終われよ。5で終わりだろ、5で。おお、今度は鶴松になった。国政とははぐれてしまった。それでも賊は襲ってくる。10人倒せ。この世の中にどんだけ賊がいるんだ。鶴松の技がわからん。ビッグバングしかわかんないからな。キックと蹴りはあんまり、キックと蹴りじゃねえや、キックとパンチはあんまり変わんないな。武器が強いとかあるか？そうすると、そんなこともないな。かなり平凡キャラだぞ。そうすると、よしよしよし。刀は？あ、いたー。刀弱。いや、マジ弱い。なんだ、たまに刀がな、弱い時があるんだよな。何なんだろう。鶴松自体の刀が弱いのか。生クラなんじゃねえの、こいつの刀。なんでこいつ倒れてたんだ。切り株に当たったのか。よし、とりあえず70じゃなくて80まで来たか。というところで、じゃあちょっと最近操作キャラクターが変わってきましたけれども、80まで来たので、あと何回かな、あと2回くらいで終わるかな。90までやって100までやってっていう感じで、じゃあ今回はこれで終了したいと思います。